ちゃ。こんにちは。はい。坂本おじさん。どうなってんだよ。まただよ。またです。そうです。坂本選手がまた今度腰痛で、まあ持病ですね。離脱。持病っていうのはさ、膝だったんだけど、はい、今度は腰痛に来たったね。そう、まあでもね、順番があるんだよ、はい、膝壊したら腰に来るとか、あ、腰壊したら膝に来るとか、はい、やっぱ関連性があるんだよね。そうですよね。だからちょっと痛いな、ここは。いや、そうなんですよ。だから膝ねから戻ってきて、すぐにポンポンって打ってよかったんだけど、いや、ただね、はい、坂本が10年ちょっとショート1本で守ってるでしょ、はい、そらね、やっぱ疲れるよ。うん、大変なポジションだもん、まあ、ショートはそうですよね。ああ、で、守備範囲も広いしさ、はい、取って投げる動作、うん、ランナーサードでジャックルできない精神的なプレッシャーで、打ってはさ、上位打線を絶対打ってたじゃない、はい、そらね、負担が来るよ。そうですよね。もう坂本終わりかなんか言ってるやつはこもう、うん、締め上げてやる。言ってください。締め上げてやる。ということはですよ、はい、コンバート、はい、今コンバート説がまた出てきてます。いや、もうね、今年はまあもう無理やろ、コンバートは。あ、まあそうじゃないと他の選手も死んじゃうから、はい、だからそれはなかなかできないにしても、うん、やっぱ来年からは本格的に考えた方がいいね、うん、あ、じゃあ豊さんは、はい、中にはですよ、いや、はい、坂本選手はショートでやっぱり行ってほしいっていう人もいるんですけども、豊さん俺も言って、いや、行ってほしいよ本来は。あら、坂本のショートって花あるもん、うん、あんなに花があるショートってなかなかいないから。まあ、地味なやつが多いんだよ、ショートは。いや、 やっぱね、明るくできないんだよ。やっぱプレッシャーがかかってるし、はい、体力的にきついし、うん、ね、中野なんかさ、阪神の、はい、どん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 なんか可愛い顔してるけど、うん、なんかやつれてきてるもんね。それぐらいやっぱプレッシャーとか負担がすごいってことですね。そう、小園は目が細いしね。それはもともとです。そうか。そうです。いや、だけどやっぱ坂本ってやっぱショートは花あるよね。まあ、ありますよね、うん、ただじゃあショートで、はい、その足腰だったりとかを痛めて早く引退するんだったら、うん、コンバートして一日でも長く、いや、引退なんかさせないよ。何言ってんの。坂本さん、3000本打つまでお前絶対引退させないよ。だからコンバートってことになってくるんですよね。あ、そう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 。どこがいいと思う。いや、私はサードかなって思ってる。岡本いるじゃん。そうで、実は岡本選手を練習で、そう、試合前のファーストの練習をやらせていたっていうのをちょっと記事で見て、あれって思ったんですよ。いや、やっぱりもういろんなことがあるよね、はい、いろんなこと。じゃあショートに誰入れるよ。じゃあそこなんですよ。中山礼都選手かっていうとまだなんか違うし、うん、まだ坂本の代わりはできないよね。誰、まあ、誰もいないですね。 もちろん誰もできないんだけどさ、はい、じゃあどうするよ。どうしよう。え、増田陸選手とかってショートもできるんですよね、キャッチャー以外は。まあ、やろうと思ったら誰だってできるけどね。うん、だけど坂本に近い守備力がある選手がいいじゃない、やっぱり。いない。打つ方だと、あのヤクルトから、うん、あの入った広岡。あ、そうです、広岡選手なんですけど、守備にちょっと長りなので。打つ方も追いつかないよお前。何言ってんのお前。誰もいない。いや、誰もいないんだよ。いないから、それに似つかうような、あるより近い選手を置きたいじゃない。じゃあ2人置いたらどうですか。もう2人。そう、いいね。いいね。左はお前とれ、右は俺とるみたいな。2人で2個1でしょ。正面だったらぶつかるんじゃないの。そうですね。危ない危ない。いや、俺は吉川をショートに回して、はい、セカンドに誰かを持ってくる。なる、吉川選手が一番いいですか。吉川のショートっていうのはできるから、はい。あの子はうまいよ、ショートやらせたら。あ、じゃあいいですね。まあ、セカンドもそううまいけど、はい、守備範囲も広いしね、うん、それはやっぱショートやらせたらうまいよ。あ、じゃあ吉川選手をショート、うん、じゃあそれで坂本がセカンドってなると、はい、坂本はセカンドは無理だよ多分。え、なんでですか。いやいや、体の使い方が逆になるからまた故障しだすダメ。いや、本当に中日の、うん、あの洗い場コンビがたまに変わってることもあったじゃないですか。たまに、そんな趣味みたいに変えないから。はい、ごめんなさい。そういうのとはちょっとまた訳が違う。いや、ちょっと違う。洗い場は変えたのはそんなに年取ってないし下手ってない時に変えてるから、あ、そうまだいいんだよ、はい、だからセカンドに誰か持ってくる。これ持ってくるのは俺トレードがいいと思うんだよね。え、これはトレードの動画でも話すけど。ちょっと待って、え、トレードで、え、今いる選手じゃダメですか。いや、今いる選手でセカンドができるっていうのは、うん、ちょっと難しいかもな。じゃあ
じゃあセカンドは豊さん誰か取ってくると、これは取れるの、まあ、例えば増田陸でもいいよ、はい、やっぱねショートっていうのはフィールドの中の一番のポイントだから、うん、ピッチャーがいてキャッチャーがいてその次にショートだから、はい、だからショートはそれなりの人間をやっぱ置きたいよね。あ、だからやっぱり吉川選手が豊さん的にしっくりくるんじゃないかってことですよね。吉川のショートは俺はうまいと思ってるから、だからといって坂本がじゃあセカンドかっていうと違う。セカンドはじゃあどっかトレードから持ってきた方がいい。じゃあ坂本選手はどこに行けばいいんですか。いやどこ行く、ファースト。そしたら中田翔とか中島とか中島選手どうする、どうするんですか。え、保湿。いや保湿はしないだろ。代打、まあ代打要員になってくるか、併用とか、併用とか、まあ併用はしないよね坂本使い出したら。まあそうですよね、え、うん、あぶれちゃいますよその2人が。これ外野が一番いいんじゃないかなと思う。中田翔選手ですか。違うよ、坂本選手。イメージ湧かないだろう。イメージ湧かないだろう。全くないです。でも坂本は足は速いしさ、はい、やっぱ外野、まあ肩も強いし、ね、はい、で外野のイメージはないけど俺外野やらした方が彼のためだと思うよ、はい、それはそのそれファーストでもいいよ、はい、ファーストだったらこう出れなくなる人間がたくさん出てくるということで、うん、そうですね、うん、確かに。え、じゃあ外野だとどこのポジションが一番いいんですか。まあライトだね、ライト、それかレフト。レフト、レフトに今ウォーカーいるじゃないですか、はい、ウォーカーせっかく今守備の練習亀井コーチと徐々に成果が、まあ、だからレフトはないよな、だからライトだよね、はい、ああライトか、まあ、ライトだとポランコいるから、まあ、今ポランコちょっと調子落としてるから、まあでも昨日っていうかこの前あの同点ホームラン打ったしな、はい、だからなかなか難しいんだよコンバートって言っても。え、じゃあ岡本選手を動かすっていうのはない。だ岡本ファーストに行ったらまたし、こう出れない人間がたくさん出てくるじゃない、はい、それはねサードに置いても負担っていうのはそんなに変わらないから、うん、やっぱねサードとかファースト簡単に思うかもわかんないけど、はい、結構な難しさあるよ、まあ、そうですよね、まあ、一番いいのはファーストだけど、はい、この出れなくなる選手を出てもしょうがない、うん、そうなったらファーストでもいいよね。それはやっぱタッパもあるしさ、はい、それはファーストだったらファーストでもいいよ。で今中島選手と中田選手スタメンで出ないで後半で代打だったりとか、うん、で出てきてるからだったらファーストで坂本選手っていうのもある、まあ、それがしっくりするよね、はい、まあセカンドとの交換はないわ。あ、それはね、その体の負担は変わらない。ファーストにね今ポジションを守ってる選手たちが出れなくてもいいっていうんであれば坂本ファーストだ。じゃあファーストだったりとか外野にすると坂本選手の例えば腰痛とか膝のそういう怪我っていうのは多少なりとも今よりかは全然あの再発っていうか多発はしないものですか。あのね俺がねセカンドからサード行ったんだよ、はい、サードっていうのはやっぱ力がいるんだよ、うん、体の力が取って投げるっていうことに関して、うん、ファーストは楽だった、ま、ほとんど投げなくていいから待ってればいい待ってればいい投げてくれるそうですよ、ね、あとキャッチングがうまければいい。まあそうか。でもあのファーストの際どいところの飛びつきとかっていうのは、ね、ショートなんかもう楽勝だからそうですね、手伸ばしたら取れるところにあるから1、2歩歩いたらそうですよね。そうそうそう。あ、じゃあやっぱりファーストいやそれはねか体の負担は楽になる、はい、ただ連携が入ってくるからねたくさん、うん、ピッチャーとの連携だとか、はい、そういうのが入ってくるからまあそれはねショートやってたら楽勝だよ、うん、ショートをこう今までこなしてた人がさ、うん、ファースト行くと楽勝楽勝あの負担が減るっていうことですね。めちゃくちゃ減るよ。その分バッティングに専念ができる。専念しなくても打てるからそう坂本は そ, う、ね、そんな軽々しく言うなよお前確かに坂本おじさん何でも聞いてくれよ。あの何でも、まるで坂本選手かのように話してくれますもんね、うん、ということはじゃ あのフルシーズンいけるっていうことですかえフルシーズン途中交代守備の途中交代もなくまあだから休ませてもいいよね。ああそっか。いやだからそのゲームの終盤もう打席が回ってこないっていうんだったら、うん、守備要員で誰か使ってもいいっていうことだよね。それこそ中田選手が今度出てきたりとか、うん、だからショートで使うとさ、うん、ねショートがエラーしたら大変なことになった時もあったじゃん。ありました。でもファーストっていうのは坂本変えても、うん、ねゲームが決まって、はい、であこれ守備固め使おうって言っても大丈夫だ、うん、そっか。
そう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 。で今現時点で坂本選手、まあ、抜けていてその穴を、はい、あの原監督が例えば増田大輝選手だったりとか、はいはい、湯浅選手だったりを使ってたりとかするんですけど、だから豊さんはそこを吉川選手もそこに今のうちから持ってきておいた方がいいってことですか。でも吉川だから俺最初冒頭に言ったじゃん、うん、今年はなかなか難しいよって。それか、うん、やっぱり吉川のリズムも崩したくないんだよ、ね、原監督とすれば、はい、それは分かってると思うよ、うん、吉川直樹を、まあ、ショートにするかっていうことも決めてると思うけども、うん、だけど今じゃないっていうのはあるよね。でも坂本が長期離脱になる、はい、これ戻ってきてもショートでは使えないって言ったらオールスター休みの時に考える。やっぱりそこで一気に後半からまあちょっと変えとくかっていう風になる可能性もあるよね。そうです。ただこれはやっぱ来年の話と思って聞いてほしいよね。うん、そうですね、うん、じゃないと坂本もショック受けちゃう。そうですよね、俺今年からもうダメかみたいな。いやダメじゃん、ね、だからそういう言葉使いなさんなんだよ。なんでダメかって言ったの。俺今年からトマトか、ね、坂本を生かすために、生かすためにね、うん、だから長くやってもらうための策だから、うん、なんかもうだんだん顔が坂本選手になってきましたよ、うん、そう、うん、女性にモテるようになった。そうですね。そうそう、今シーズンは坂本選手がまあこの後また戻ってくるっていうのはもう、まあ、戻ってくると思うよ。その間はじゃあ他の選手、まあ、増田大輝選手だったりとか、うん、例えば中村愛知選手でカバーっていうところなんですか。まあ、だからトレードがこれがパッと決まれば、うん、いきなりそうやっちゃう可能性もあるよね。なるほど。これはトレードの動画をちょっと見てほしいんだよね。わかりました。じゃあそしたらよくわかる。じゃあそれはトレードの動画を見てその最後のピースを当てはまる、この話が完結するっていうことですね。そうそうそう、わかりました。ただ坂本おじさん、やっぱり坂本選手のショートは花がある、うん、花あるし、できれば見ていたいってことですよね。でも休まれると困るんだよ。その間興味が半分になっちゃうから。興味が、いや坂本がいないからさ。そうですよね。そうそうそう、シュッて坂本さんね、なっちゃいますもん、ね、もうファームに会いに行っちゃおうかなと思うぐらいだ。それはね、ちょっとやめてください。やめた方がいい、ね、はい。